はい、おはようございます。ちょっとこんな顔で申し訳ないんですけれども、なんかちょっと、もうね、昨日の夜、ちょっと動画を撮ろうと思ったんですけど、もうどうしても寝てしまいまして、ああ、もうね、本当に寝てしまいましたので、ちょっともう本当に顔ができてない状態でね、ちょっと動画を撮ることになってしまいましたけれども、どうも、じゃらんプランターの小春です。おはようございます。はーい。最近舞台の、稽古がもう本当に終盤の終盤、超終盤、本当に最後の方だよ、みたいな感じなんですけども、もう本当に最後にね、差し掛かって、もう本当にね、私ももう本当にね、稽古が進んでいくたびに、もう本当に私の生活サイクルがとても、人間らしくなってるっていう感じで、稽古がね、朝早いんですよ。まあ、昼からなんですけど。もう、それのおかげでね、本当にね、ちょっとマジでね、健康かな、みたいな、そんな感じなんで。ちょっと、夜なんかあんまり、最近は作業しなくなりました。なんか本当にすごい朝早く、まあ、朝早くから起きたりするようになりまして、まあ、小春にとってはなんですけどね。皆さんもっと本当に早い時間からなんかようやっていると思いますけど、私は全然本当、今人間らしい生活を送ってる感じですね。本当に。もう舞台って健康ですね。しかも今回子供のあれなんで、スタート時間が早いんですよ。もう11時、11時から始まる。11時から。何やってんの？何やってんの？やめて。あいつ小春がなんか作業してるとマジでなんか遠くの方でなんか違うことマジやりだすから本当に。まあ本当にその、何、くるみ割り人形外伝、そろそろもう本当に始まるから、皆さん楽しみにしててください。本当。もう楽しみに。ねえ、やめて。どう、なんだっけ、そう、子供のライブ、ライブじゃない、となんちゅうの、あれよ、ね、あれね、はい、これ、はい、これね、はい。それで、舞台の後には、9月18日に、ベベメデューサ発売してから2年が経ちましたの。一大イベントを行うチケットが、発売がもうめでたく始まっておりまして、それで一次審査みたいなやつが終わったんですけど、二次審査みたいな、チケット二次選考だ。また後で始まるんで、ベベメデューサ買ったのに、まだ、チケット買ってないよっていう人は、ぜひ、二次、選考の時に、ぜひ、チケットの予約をしてみてください。ウェブメデューサ買った人が530人今日いらっしゃるんですね。でもほら、全国だからさ、もう全員が来るわけじゃないんですよ。だってその日なんか日本にいない人もいるし、なんかもういろんなところにいろんな感じでいるわけでしょ？だからもう、なるべく集めたいんだけども、なるべく集めたいんだけれども、ぜひ皆さん、ベブメデューサ買ったアコーディオ弾きの方々、9月18日ね、予定合わせて遊びに来てください。
今続々とチケット予約が入ってきておりますが、なるべくたくさんの人に来てもらいたい、そんな感じです。それで、その後に、ベビーメデューサ買ってないけど、ただ見に来たいよ、の席を、開放したいと思いますので、ただ見に来たいよ、期待してる人は、もうちょっとだけお待ちください。はい。すごい顔が白い。ベビーメデューサのさ、を買って、それで、なんか、18日来たいんだけど、その遠くまでそのアコーディオンを運んだことなくて、飛行機に乗せられるのか、飛行機で預けた方がいいのか、こう、バス。何？何なの？何してんの？あ、なんでこれ持ってきたの？やだよ。後で。もう今ここ入ってダメなんだよ。どっから持ってきたんだよ。スポンジ。なんでスポンジどこから持ってきたのこれ。なんで床にあるんだ。な？ダメだよ。今ダメなんだよ。ダメだって。今ここ来ないよ、もう。なんでスポンジあるんだよ。ダメだよ。はい。はい。今ダメなんだって。あとで、アコーディオンの移動ね。移動手段がどうしたらいいかわかんないっていう人、いっぱいいてらっしゃると思うんですけど。ベビーメデューサの何？あとで、ベベメデューサのアコーディオンだけに関してなんですけど、その他のほらアコーディオンはさ、サイズ知らないからわかんないんだけど、とりあえず、小型と中型、小型と中型だけに関しては、飛行機にね、持ち込みかなので、絶対に預けないようにしていただけると嬉しいです。国内便でもね、もうかなり危ないっていうか、預けるともうダメだね、預けると。一回だけ預けたことあるけど、電子アコーディオンでしたが、大変演奏できない状態でね、戻ってきたことがありますので、本当に楽器、飛行機に預けるのはかなり注意しないといけないですね。まあ、とりあえずアコーディオンは、いろんななんか飛行機での運び方あるんですけど、まあ皆さんにおすすめするのはもう本当に機内に持ち込んでください。私が普段使ってるアコーディオンくらいでかくなっちゃうと、席を一席買わなきゃいけなくなるんですけど、とりあえずベビーメデューサは天井に入りますので、上のところに、入れてください。上のところに入りますから。えいやって、上に乗せてください。で、まあ、乗せるためには、早めに機内に入ることがポイントですね。他の人たちのお土産とか置かれちゃうと全然入んなくなっちゃうから、とにかく早く天井の上に乗せられるように、せっせっせっせと早く行くのがベストですね。それでアコーディオンね、運ぶの慣れてない人がやりがちなんですけども、飛行機とか中にこう入るじゃない。それでほら、せっせっせって中にこう入ってくわけじゃない。それでさ、ほら、通路みたいなところってさ、ちょっと狭いわけじゃない。あそこをサイズ感、あんまりさ、アコーディオンのサイズ感をね、把握しきれないまま入ると、普通にめちゃくちゃボンボンね、横にね、ぶつけたりするから、アコーディオンの両脇だけ歩くときマジ気をつけてもらって、電車の改札とかもそうなんだけど、最近はちょっとでかね、改札なんか、大きい改札とかも多いから、なんか、大きい改札選んだらいいんだけど、改札とかでね、ガンってぶつけたりする人、割と多いので、そこはぜひ、そういった部分に入るときはね、お気をつけください。あと、アコーディオンね、個室トイレに入るときどうしたらいいんですかってね、ちょいちょいね、質問されることあるんですけど、綺麗な個室トイレ、綺麗なね、トイレにね、もう行くしかないですね。床が濡れてたらもう床に置けないしね、しょったまんま、時々、用を足すことあるんですけど、結構、戦いみたいな感じになっちゃうんで、なんかスクワットのすごい辛いバージョンみたいなことをやんなきゃいけなくて、だからなんか、ちょっとしょったまんまね、用を足すのは、あんまりおすすめしないっていうか、ちょっと結構大変なことが起きるから、みんなしょったままね、トイレしない方がいいと思うんで、床に置けるぐらい綺麗なトイレを選んで、スペースが大きめのトイレってのもね、駅になんかちょいちょい出てきてたりするので、そういうところを使うっていうのしか解決策ないですね。荷物でかいからしょうがないんですよね、本当に。あ、今さ、
そのアコーディオン背負ったままトイレって、洋式じゃなくて和式ね、和式。和式のこと。洋式はもうだって後ろにさ、なんか便座の、なんか背中のやつがいるから、もう背負ったままトイレできないから、和式の話ね。和式だったら、背負ったまんまトイレすればどこにも置かずに済むけど、すごい重いから、そこはあんまりおすすめしない。本当に。うん、綺麗なトイレを選ぶっていうのしかないんじゃないかな。あれ、眉毛隠すと。はい。で、バスとか乗る人も、バスのね、やつね、預けたりしないで、できれば足元に置いてほしいんだけれども、まあ全員が全員、小春の体のサイズ感と一緒ではないだろうから、足元に置けないっていう人もいると思うんだよね。バスとかの天井ってどんな感じだったっけ？あれ置けたっけ？なんかそんなに置けなかった気がするんだよな、バスの上って。だから、まあ、下のところにあんまりね、預けたくないんだけどね、バスね。夜行バスとかの話でしょ？リムジンバスみたいな。バスはどうしたらいいんだろうね。まあもう一席買うのが一番安全ではあるけど、そんなお金かけたくないもんね。まあそしたらどうするんだろうな。どうするのがベストなんだ。難しいですね、バスは。小春は本当に足元に置けちゃうから、足元に置けたままこう座れちゃうからね。新幹線も足元に置いて移動してんだけど、どうなんだろうね。新幹線もね、一応天井に置けはするから大丈夫なんだけど、まあ、上に置くの大変っていう人はね、後ろのさ、なんか大型の荷物が置けるところのさ、席がなんか予約できるわけじゃない。そこを予約して、来るっていうのが良さそうだね。でもさ、なんか新幹線のさ、大きい荷物が置ける席ってなんか予約してさ、なんかこう、いろんなとこ移動したりするんだけど、なんかさ、予約してんのにさ、誰かさ、知らない人がさ、そこに荷物置いてたりしない？え？誰の荷物みたいなのがさ、なんかピコって置いてあったりとかしてさ、なんかさ、あそこってさ、予約してんのにさ、なんか予約しなきゃいけないっていうルールが突然できてさ、でも大変だけど、あそこに置きたいからじゃあ予約するかってさ、予約してんのにさ、全然知らない人がさ、全然違う席のさ、知らない人がさ、なんか置いてたりするんだよ、なんか、でかい荷物。って感じじゃん。それでなんか、って感じなんだけど、よりによって、そういう時に限って、なんかめっちゃくちゃ怖そうなおじさんとかが置いてて、なんかこれ、ここ私がなんか予約したんですけどって、言うにも気が引けおじさんみたいな人がなんか、荷物置いてたりとかするのよ。あれってなんか、みんなどうしてるの？でもなんかさ、そんなさ、短い時間の間でさ、そんな知らないなんか荷物おじさんとさ、なんか戦いたくないしさ、もういいかなと思って、小春結局自分の足元とかに置いたりするんだけど、あれって何があれなの？でもみんななんかそこそういう時なんか、ここ私予約しましたけどって言うの。小春言わないな、言えないな、なんか置いてんなと思いながら、私はそこに置くのやめちゃうよね。あれって何の意味があるんだろう、あそこの予約。もっとなんか大きい荷物が置ける場所増えたらいいのにねっつって、まあそんなこんなでアコーディオンの荷物ね、置くのってのは本当にいろんな乗り物でアコーディオンの置き場所問題っていうのはね、本当にね、移動するときになんかもうずっと起こる問題ではあるんですけど、皆さん荷物に気をつけつつ、無事9月18日のイベント遊びに来てください。普段ずっともう運んじゃってるから、そんなに気にしたりしたことなかったけど、電車で運ぶのも結構みんな大変だったりするんだね。大変よね。私ずっと運んでるからちょっとそんなに気にもしてなかったけど、まあ、夏は本当に大変なのよ。何せ暑くてさ、背中がさ、本当に暑いよね。とにかくめちゃくちゃ暑いよね。暑いのよ。まあ、暑いんだけど、まあ重い楽器しょうがないよね、本当に。いろんな楽器ありますけど、楽器運ぶのって本当大変だよね。ねえ。まあじゃあそんな感じで、わかんないことありましたら、ぜひ、ツイッターでもメッセージ、コメントでも全然いいのでね。ちょっと質問でもいくらでも言うてください。更新したいという気持ちはね、強く持ってるので。はい。アイラインって息止めちゃうよね。止めちゃわない？よいしょ。大体完成しました。は
あ、全然紹介してなかった。じゃあ今日使ったやつら。今日使ったやつら。はい。これは、エテセだよ。これはマスカラベースね。はい。で、これは、オペラ、マイラッシュ、アドバンスト、たら、かんたら。はい。で、これは、マジョリカ。うんうん。はい。で、これ、ケイト、いえいえ。はい。で、これが、レブロン、いえいえ。はい。あとは、はい。目の下は、レブロン。はーい。あっち。この髪の毛あっちよ。ああ。あっちな。もうなんか暑くてめんどくさくなってきちゃった。髪の毛が暑いのよ。あっちは、もうこれは。もうだからといってもうこれ以上切らないけどさ、ほんとに。もうこれ絶対前髪とかやってもさ、また汗かいてさ、稽古場ついた時にはもうぺちゃんこですよね。意味なできた。ちょっと髪の毛ボサボサなのはなんでだろう。どうせ今からボサボサになるし、はい、大丈夫です。はい、じゃあこんな感じでさよなら。じゃあ皆さん、稽古に行ってきます。さよなら。ゆんちゃん、もう大丈夫だよ。はい、事件のゆんちゃん。はい、ゆんちゃん、ほら、もう大丈夫です。どうですか、流し連れてこないからちょっとびっくりしてる。これね、びっくりだよね、いろいろあるよね。こっちこっち、ほら、さよなら。何気になるの。なんだよ、さっきうるさかったのに。なんで静かなんだよ。なんでそんな静かなの。なんだよ、お前気まぐれだな。さっきまでわー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 言ってたのにさ。いや、戻ろう。はい。